さん、一緒にマスボクシングできて光栄でした。すごい選手だということは現役時代のことから知っているのでもうめちゃめちゃちょっとこう嬉しいですね。気が流行っちゃって、退治したこう感じなんですけど、まさかあんなに柔らかいボクシングでこう来られるとは思ってなくて、気がついたら打たせられてるというか、いなされてるというか、僕もちょっと動きが硬くなっちゃいましたね。すごかったっす。まあ、普段試合はまあちょっとこういろいろちょっとこうハイライトなんかよく見たりとかもしてるんですけど、まあ、しかも今ミサワマンチャンネルなんて YouTube なんかもやってますし、まあ、そこにちょっとそういうのりおさんと自分が一緒にこうスパーまずスパーできるとは思ってもいなくてすごくでもちょっとこう楽しい時間をちょっとこうありがとうございました。やっぱり違いますね。プロの技は、はい、いろいろちょっと気づく点がありまして、今後に生かしたいと思います。ありがとうございました。
三十。
お疲れ様でした。